県は新たに4人新型コロナウイルスに感染していることが分かったと発表しました。1日の感染者が1桁となるのは今月3日以来です。県は今日午前10時までに新型コロナの検査を244件行い、新たに男女4人の感染が分かりました。1日の感染者が1桁となるのは今月3日以来、そして5人以下となるのはおよそ2ヶ月ぶりです。クラスター関連では2つの福祉施設で合わせて12件の検査を行いましたが、陽性の人はいませんでした。今日はこれまでに感染が発表された人と接触があったのが2人、今のところ経路がわからないのが2人となっています。1日の感染者が少なかった要因として、県はまん延防止等重点措置などで県民の危機意識が高まり、ある程度人の流れが抑えられているのではないかと分析しています。では県のモニタリング指標と日ごとの感染者数の推移を見ていきましょう。まずは県のモニタリング指標です。直近1週間の新規感染者は91人で、前の週の 0.35 倍、感染経路不明者は23人で 0.59 倍となっています。重症病床使用率は 32%、 重症病床使用率は 20.5% です。今日の時点で最も状況が深刻なステージ4に達している項目はありません。次に日ごとの感染者数の推移です。県内では先月25日、航空石川のクラスターが拡大し、1日としては過去最多となる101人の感染者が出ました。その後新たなクラスターの発生はあったものの、全体としては減少傾向が続いています。そして先ほどもお伝えしましたけれども、今日は1桁の4人でした。